FM那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日週末にお届けしておりますアイゲットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。さあ、今回の収録時期についてですけれども、8月のですね、おおむね前半ということになっておりまして、直近台風の影響なども心配された時期ではあったんですが、おかげさまで今回の収録日晴天、むしろ日差しが暑いじゃなくて痛いという感じで日常を過ごしてですね、車の移動だけで顔が真っ赤になっております DJ でございます。そして今日放送分ですね、9月の1週目でのお届けになりますが、今年から企画スタートしておりますマンスリープログラム、境目のない心の世界と題して今週はお届けとなります。番組後半はですね、ちょっと貯金にあります企画放送予定のお知らせなどもエンディング交えたいと思いますが、まずは今週のこの企画から今日はスタートさせてください。そして今回の企画ですね、冒頭からお付き合いをいただいておりますこの方、改めてご紹介させていただきます。パステルアートで活動中です、絵描き屋はるかさん。はるかさん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もう間もなくこの企画1年近くなってまいりましたが、はい、あっという間ですね。はい、なんか毎月毎月こう、はい、いろいろとね、トピックもそうですし、内容的なものも、はい、少しずつこう増していきながらという感じの、私個人的にもちょっと初めてのね、年間でのトライの企画なんですけれど、はい、すごくいろんな意味で充実した企画になってて、うれしく思っておりますが、はい、はい、で直近ですね、ちょっと収録時期結構前のものと近い状況ではあったんですが、はい、最近、台風、オリンピック、そうですね、もろもろありましたが、はい、何かトピックなどはありましたか最近。オリンピックの話題で私が本当感動的だった瞬間がですね、はい、あの女子のソフトボールの金メダル の、 あのチームメイトの中に高校生の時の同級生がいまして、はい、あら、なんと、その当時からあの彼女はソフトボールを目指す部活でやっていて、はい、本当に毎日この大きいバッグを背負いながら朝練して、授業終わったらもう部活やってっていう、本当に切磋琢磨してる彼女がこう画面越しに出てまして、もう感動して感動して、もう高校からやり続けること、はい、あともう何もこうぶれずに重ねていった先に、あの優勝っていう金メダルを手に取って、はい、その時にすぐあの応援ありがとうございましたっていう個人的なインスタ、はい、で、あの彼女が文章を書いてたんですけど、もう本当金を取れたのはもう応援してくださる皆様のおかげですって、このチームであって本当に幸せですっていう、やっぱり常にこの周りの方に感謝をする人がそこも変わってないなって思いながら、いろいろ思い出しましたね、高校時代のこととか。なるほど、はい、面白い。あの今までオリンピックを見てる時はまさか知ってる方が出る場なんて思っていなかったので、確かにもう遠いなんですか、存在の方がこうやっているパフォーマンスを見るみたいな側が、知ってる方が出てるってなんかすごいなって。ましてやもちろんこう競技としてのね、その場面シーンもありますけれども、はい、ご自身のやはり幼少の頃とか、うんうん、その日頃見ていた環境、世界観ともオーバーラップする部分もあったりすると思うので、はい、なんかすごく思い入れが深いですよね。すごくあのオリンピックの見方がちょっと変わりましたね今年は。はい、またソフトボールだと今回3大会ぶりですかね、うん、はい、
復活して、次回のパリは気温今ない予定ですよね確か。だからこそこうものすごく思い出が深いというか、はい、これ多分空手の方の競技とかもそうだと思うんですけど、はい、今回初めての確か採用で、うんうん、私個人的にはダイジェストで見た喜友名選手の、はい、あの座礼に至るまでのあの所作というか、あ試合終了直後から、はい、まあ、各所に一礼をした後最後にこう座礼という流れなんですが、うんうん、なんかあの所作の瞬間に、うん、まあ、普段だったら観客が入ってこう歓声が鳴り響いてという、ね、うん、その状況の中を想像もしながらも、はい、うん、なんかあの座礼のこの周辺だけ、はい、なんか空気が完全に変わった印象があったんですね、うんうんうん、この周りの熱狂と全く相いない、はい、道から静に移りきったこの瞬間というか、うん、なんかすごく印象深いものがありました。観客なしっていうのも初めてですもんね。確かに。だから喜友名選手があの座礼のあの前後の瞬間って、はい、似たような感覚ですぐ思い出したのが、うんうん、出雲大社の奥に立ち入りを許される瞬間というのが、はい、まあ、だいぶ前に私あって、うん、たまたま授業とのお付き合いで、うんうん、その時にこう手前から本殿に近くなるにつれて、はい、空気機の当たり方、肌に対しての当たり方が変わるんですよ。へー。途中からはこうなんて言うんでしょう、あの刺すようなこのピリつくような、はい、感覚というか、うん、こうものすごくこう神聖なものにこうより近くなっていく、うん、この研ぎ澄まされた感覚というか、うんうん、ああいうのがすごくこう印象深い場所だったんですけど、うんうん、あの座礼の時のあの周辺の空気感というかに、はい、その時と同じような感覚を覚えたというのがありました。へー、うん、すごいですよね。このしてる以外の時間で感動をって、うん、なんかすごいですよね。この終わった後のこの例の一つでこんなに語れるんだ人ってっていうか確かに。でもそれがやはりこうなんていうんでしょうかね、あの競技にこのやっぱりね数年来かけてきた方々の、はい、まあ、一つの集大成というか、うんうん、形になっている部分もありますしね、まあ、もちろん、はい、開催前に賛否両論ある中での状況というものは理解はしますけれど、うんうん、ただ選手おのおのね気持ちを考えた時に、はい、まあ、複雑ではありつつも、うん、1年延期のこの約5年というか、はい、この期間をやっぱり費やしてきた方々への思いというのは、うんうん、ちょっと自分自身も大切にできたらいいかなと思ったりはします。確かに確かに。このオリンピックっていうワードをあの別の視点でも一個感動した点がありまして、ほう、大阪の重曹っていう土地でダンススタジオの経営をされてる方とお話をする機会がありまして、ええ、ダンススタジオを経営しているんですけど、ダブルダッチっていう、あこれですね、あそうです、縄を2つ使って、はい、そこで回し手を交代しながら中でパフォーマンスしたりって、はい、この競技をこのスタジオでもやるようになるっていうこと でそのダブルダッチをこれから広めていきたいっていう思いで活動されてる方ともお話をする機会がありまして、はい、後々にはオリンピック競技にっていうの目標でやられてるっていうお話を聞いて、はい、で私自身がこのダブルダッチはどこがこの評価基準なんですかって聞いた時に、はい、調和が取れてないと縄を回す方との、呼吸がずれてると中でパフォーマンスしてる人が引っかかってしまうし、この調和の部分とあとは見てる方の心をどれだけ動かせたかが
点数になるみたいで。あ、なるほど。じゃあ例えば他の競技のように、はい、技もしくはこのパフォーマンスとしての芸術的な要素という、はい、うん、目に見えるものと別に、そうなんですよ、受ける感覚、主観が採点に影響するということですか。そうなんです、そこがなんか面白いなと思って、今までのこのスポーツのこの点数だけのこの評価だけではなくて、はい、見てる方も巻き込んでこの1位2位を争うっていう、人の心をどれだけこの感動をグッと持ってけたかとか、盛り上がりの場を作れたかとか、そこが審査員の方の、評価基準にもなるっていうのを聞いた時に、はい、あ、なんかこのスポーツの世界の捉え方もちょっと変わってきてるなっていう、なんかほーって思って。この辺って確か、はい、まあ、芸術点の要素で言うと、うん、一般的にはフィギュアスケートでしたり、はい、あと、うん、アーティスティックスイミング、はい、あたりというのは多分挙げられると思うんですが、うんうん、ダブルダッチの競技で、はい、この辺はでも面白い考え方ですね。面白かったです、お話聞かせていただいて、なるほどって聞く内容ばかりで、で今年のオリンピックも終わってしまったんですけど、はい、バスケットボールのハーフタイムでちょっとショーをやったりとか、はい、少しずつこの認知度を増やしていけるような活動を今されてるってお聞きしたので、はあ、そうなんですねって。なるほど、はい、面白いなまあまた、この放送のタイミングあたりですとパラリンピックの競技等もあるかと思うので、はい、ぜひそちらの方にもですね、うん、大きな拍手声援を送っていただきながら、うん、オリンピックね、はい、みんなで応援できればと思っております、はい、それでは春香さん、まず、はい、先月放送からの、はい、トピックの、まあ、続き、はい、その他ちょっと情報があれば先にお伝えをお願いいたします。はい、一つ形にしっかりなったものがありまして、はい、我が家に保護猫が今2匹いるんですね、はい、で元々はもう1匹いて全部で3匹、はい、みんなで暮らしていたんですけど、そのうちの1匹の子が、1歳ちょっとで亡くなってしまって、それを機にこの命を迎え入れた体験と命を送った体験っていうのを踏まえて、初めてこの猫を主役にした絵を描くようになりまして、その、亡くなってしまった猫が白猫で、はい、海っていう名前なんですけど、海を迎え入れた時にこの3匹がいつもなんか一緒に仲良く遊んでいたりとか、私も猫たちの様子を見ながら自分もなんか癒されたりとか緩んだりとか、いろんな気持ちを味わわせてもらったので、それを込めた猫の作品を書き溜めてて、で海が旅立った後に、あ、でも3匹があんだけ仲が良かったから何か自分ができないかなって考えた時に、あ、絵の世界なら3匹ずっと一緒に遊べていろんなところにも連れて行ってあげれるなと思って、今回4作品を、はい、シリーズ化したポストカードがおできまして、イエーイ猫シリーズですね。なんと、はい、やっぱりこの絵の力っていうのに自分がとっても助けられてまして、うーん、命を送ってもこうやって絵の世界の中なら一緒に過ごせるとか、はい、絵の世界なら雪を見せてあげれるとか桜を見せてあげれるとか、どこでも自由にこうお出かけできると思ったら楽しいなと思って、はい、それを生と死っていうのが少しテーマにあるんですけど、はい、そのポストカードができて、これも専用の物販で発売がスタートしてるので、はい、今こちらの物販についてはもともとつくつく、はい、あ、そうです、つくつくの物販の
方ですかね、ページで、はい、猫シリーズのポストカードを発売してます。検索かけるときだとどういう流れが早いですかね、はい、ですね、えがきやはるかつくつくが一番早いですね。えがきやはるかつくつくがカタカナで検索入れていただくと一番上にポンって出てくるので、そこから、はい、物販のページに行くとこのポストカード販売のページまで進むことができます。今回猫の、はい、まあ、シリーズが初ということですが、はいはい、今後この猫シリーズに関してはバリエーションを増やしたり、はい、新しいシリーズが登場ということも視野に入れているんですか？そうですね、やはり春夏秋冬がすごく好きなので、はい、春をイメージした作品だけを集めたポストカードとか、夏の景色とか秋とか冬とか、あとは昨日パッてこうひらめいたのが、はい、何か新しいことを始めたあなたへとか、この何かメッセージ性をの共通点を見つけて、はい、そういうシリーズ化もなんか面白いかなと思いながらいろいろ視野を広げて考えてます。確かにお話があったようにこの絵の表現の中だと、はい、まあ、いろんな意味でそれを捉える受け手側の思いというのも膨らみやすくなるし、うんうん、作り手の思いというのもまたね、うんうん、届けやすくなってる部分もあるのかもしれませんし、はい、おこのシリーズがちょっと楽しみになりましたねいろいろ考えてみます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあそれではこのあたりでちょっとリスナーの皆さんに一曲お届けしてみたいと思っておりますが、今回セレクションはですね DJ の方で当てしてるんですけれども、ちょっと今日お話しいただいている前半のテーマに少し似たようなものがあります。うん、1曲目お届けしますのがアデルという女性のアーティストですが、私個人的にものすごくこの方の歌声がなんて言うんでしょうかね、常にこう心に響くというか、なんか歌詞の重みというのもすごく深い表現をされる方なので、そういった意味でも一緒に楽しんでいただければ嬉しく思っております。それでは本日の1曲目お届けいたしましょう。アデルのナンバーから Hello。
今週の1曲目お届けいたしましたアデルのナンバーからヘローをお送りしました。いかがでした？力強いですね。とっても何かもう、こう世界観がものすごくこういろんな角度から入ってくるというか、この曲の情景だけでもこう自身の体験に置き換えて、いろんなイメージがこう膨らみやすい楽曲かなと思ったんですけど、はい、さあということで今週お届けしております9月1週目これとなりました。境目のない心世界と題しまして、パステラアート江垣谷遥さんゲストにお招きしております。はい、よろしくお願いします。はい、番組ここまで、こう直近のねトピックなどもお話伺っておりましたが、はい、はい、ここからは毎月恒例となっております、はい、マンスリーのカレンダーのご紹介ですね、はい、今回は9月と、はい、ご紹介です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。毎月の恒例っていうのが嬉しいですね、なんかありがとうございます。9月がですね、はい、今こんな感じで、さあ画面ちょっと映ってますかね、お夕焼け空ですね、はい、このようなグラデーションの絵となっております。9月のテーマがこの夕焼け空を私自身が見るときに、はい、過去を振り返ったりとか、まだ見ぬこの未来を想像したりとか、割となんかこのイメージをするときがすごく多くてですね、はい、でその今回の9月の夕焼け空に込めたテーマが再会、大きなテーマで再会ってつけさせていただいていまして、はい、いつかやりたいと思っていたいつかには、あなたがそこで経験し得たい何かにつながるヒントが隠れています。あなたの心が訴えているものはありませんか。あなたが行動した先にあなたを待ってる人がいます、という意味をつけさせていただきまして。なるほど。何かやっときたかったなと思うことってあります、アーサーさん？やっと、そうだな、正直ちょっと多分いろいろとちょっとありすぎるのかもしれないけど、はい、やっとなんかこれやりたかったなとか、その意味で言うと、はい、今日エンディングでご紹介する予定の、はい、うちもラジオの新しい企画、はい、うん、が早ければ10月からスタートするものがあるので、はいはい、なんかそれがやっとかなという感じします。へ、うん、まあ後でも少し触れますけど、もともとのきっかけは、うんうん、単発でラジオに出ていただいた方がいて、はい、その方の、うんうん、業界とか、はい、お仕事で取り組んでいく内容が、うん、今後の沖縄のうん、いろんな局面に、はい、多分いい意味でつながってくる、うん、そして、うん、コロナの状況を踏まえて、うん、後々こう立ち上がっていく段階でもちょっと必要になってくるメッセージじゃないのかなということで、半年間ですね、はい、のちょっとロングラン企画みたいな形で特集してみようかという、今はい、いい打ち合わせをあらいいです、ね、やっている最中です。へー、だからそれがもちろん必要になったと思ったのって、はい、もう1年以上前からこうコロナの特集で情報の取り扱い、まあ、症状を、まあ、行政と、はい、まあ、関わる周辺の環境についてもアップデートでお話をしてきたんですけれど、その中でこう一貫したメッセージを伝えていく必要性というのをすごくちょっと感じる部分があったのと、はい、やはり今年からはるかさんと一緒にこの企画をスタートするにあたって、はい、やっぱりこう一貫したメッセージをこう伝え続けていく、うん、重要性というか、うんうん、そういったものを自分自身がすごくちょっと実感しているところがあるので、うん、ただちょっと内容的にね、ある程度その業界に特化した情報というところもあるので、うんうんうん、その辺をちょっと考慮しながら一応
まあ、半年目標ということで、はい、一旦企画を進めてみましょうということにはしてるんですけど、へ、うん、それが一番大きいかもしれませんね。じゃあいよいよっていう、はい、わあ楽しみですね。すごい10月すぐですね。はい、へ、なので今あのメールとズームをフル活用してオンラインまっしぐらですねもう本当に今の時代に合ってるような感じですけど、オンラインすごいですよね。本当にどこでも全国とかも世界中の方と顔を見てお話ができるって、うん、本当に昔ではね考えられないですよね。いうところは正直ありますけど、へ、うん、また今回の9月のカレンダー、はい、あのちょっと私個人的に一つ思ったのが、はい、8月のコントラストとある種真逆というか、あ、はい、イメージ的にアプローチがこう異なる印象があったんですけれど、はい、これは意図していたわけでなく組み上げたらたまたまそうなったということですか。そうです、組み上げたらたまたまの方が理由としては一番なんですけど、今そのような視点もあるのかってはって見た時に、この海はこの同じブルーのグラデーションを見ると、はい、割と一個のことを探求する時には海に行きたくなるんですね。なるほど。私自身が、はい、でこの夕焼け空っていろんな色が見れるので、なんか視野を広げてこのどの角度からでも考えたい時には、はい、あの割と夕焼け見に行くかもなって思って、今アーサーさんの視点を聞いて、そういえば無意識にやってたけど意識を置くとしたらそこかもなって思いました今。なのでこの月をまたぐことによって、はい、気持ちですとかこう、うん、行動の移り変わり、うん、変化というのが、うん、はい、そのままグラデーションの表現に現れているのかなと思ったりもして、はい、わあそういう見方もしてくださってるなんて。それは毎月ご紹介してますもの嬉しい、嬉しいですね。そうですね、8月にやっぱり一個のことを探求して深めた、はい、自分でこう視野を広げて選択していくっていう、そんな9月にやっぱり実りの秋とかも言うので、なるほど、なんかそういう意味も込めて、やっぱ8月で私の中ちょっと一個一区切りっていうイメージがありまして、はい、で9月からまたこの実ったものを今度収穫していくっていう、なんかイメージではやっぱありますね、この8月9月は。なるほど、はい、まあ、あとそれとは別に、はい、後ほど他のトピックとも絡めますが、うんうん、来年度のカレンダーについての現在の進捗状況ってどんな感じですか。はいはい、あの後ずっと考えているんですけどあの一番やっぱ大事にしたいのが、本当に皆さんにとって絵っていうものが身近に、うん、あのお届けできたらいいなっていうのをすごく考えているので、はい、そのなんか持ち運びができる小さい小冊子か、本当このポストカードっていう小さい媒体をシリーズ化をして、はい、もっと持ち歩いてふとした時にそのページを開いてっていう、このちょっと心にとってホッとできる場所をもっとまとまってコンパクトな形でお届けできたらいいなというのにだんだんちょっと固まってきてるので、そうなるとカレンダーを楽しみにしてくださっている方はっていう、ここがまたこう葛藤でいろいろ出てくるんですけどどうしようかなみたいな。はい、まあ、そうですね、私なんかはどちらかというと、まあ、カレンダーがね、はい、あの部屋のやっぱ中央にあるので、はい、まあ、それがこう、まあ、日付の確認と合わせてこの色味の、はい、うんうん、このイメージを、まあ、そこから受け取っている、はい、うん、側なので、うんうん、
まあ、申し訳ないです、個人的にはあった方がいいなと思ってるんですけど、はい、嬉しいです。あの2年前に発売したカレンダーの絵の部分だけを残して、はい、あの額を買ってきてくださって、あの作品だけこう飾ってくださってる方もいらっしゃって、うーん、そのカレンダーとしてこちらは販売をしたけれど、あのその年が終わってからは本当絵だけとして、なるほど、こう好きな作品を楽しんでもらえてるっていう、あ、なんか嬉しいなっていう、はい、一番嬉しい使い方ですよね。本当にそうです。やっぱり大事な資源で、もともとは木なのかって思うので紙も、はい、なんかこの1回限りで終わったらなんか申し訳ないというか、もっとなんかこう循環できないかなみたいな思ったので嬉しかったですね、やっぱり。まあ、この辺はじゃあとトピックについてはまた改めて、はいはい、次の機会にでもお聞きしてみたいと思うんですが、はい、次に、はい、先月放送でお伝えしている内容を含めてですが、はい、それ以外の、はい、トピックでレスガーの皆さんにお知らせできる内容等があれば合わせてお願いいたします。はい、ですね、いよいよあの新しい試みとして、あの自分自身のお守りとかの、はい、ロゴ制作がありがたいことにいくつかご依頼いただきまして、あの早速一人の方とのこの打ち合わせをする中でいろんなお話をさせていただいているんですけど、そのロゴのデザインのをこれから組んでいくっていうところに差し掛かっているので、この改めて自分の命に向き合う時間でやっぱり大事だなっていうところを、あの私自身は大事に伝えていけたらなって思うところが自分の活動のこれが軸になってくるかなっては思ってますね。まあ、今回ちょっと放送上ですね、初めて、はい、今のキーワードをお聞きいただくリスナーのためにですね、うん、ちょっと、はい、この作品の、うん、イメージもう少し、はい、詳しくお知らせお願いしてよろしいですか。はい、ですね、このユイモンという独自のアートの名前を付けさせていただきまして、はい、ゆいが結ぶという字です。で、門はあの家門とか、はい、門所の門ってゆい門っていうあのデザインなんですけど、これがあの門風家門のようなデザイン、和風のデザインをしながらも色味はパステルの優しい色味で表現してるアートでして、はい、最初はあの沖縄のゆいまーるとか、その結ぶってすごく素敵な言葉だなっていうところから、あの5年前に静岡から沖縄に来させていただいて、ゆいっていう言葉を聞いて、その自分の命とこれから歩んでいく人生がつながったらいいなというので、ゆいもんという名前をつけて、今その自分の大事にしたいことをお客様との会話を聞きながら、はい、あのキーワードで患者がポンポンって浮かぶ瞬間があるので、それをもとに今度デザインに組み込んで、でその原画が完成したら額を入れてお客様にお渡しする中で、あの過去にご依頼してくださった方は毎朝自分のその絵を見て手を合わせて自分の命に感謝をする時間ができましたとか、このなかなかこういう時間ってありそうでなかったのでっていう、なるほど、そこからやっぱ一日スタートして、また一日終える時もそういう時間をが加わったことの一日の質っていうのがとっても変わりましたっていうので、それがユイモンというアートとそこに込めた思いですね、はい、特にこのユイモンについては私自身がこう作品が完成するまでの過程でものすごく注目しているのは、ゲストと このヒアリングといいますか、その方の根っこを知るための作業というのが実は重要という部分ですよね、はいはいはい、そこを一番大事にしたいなと思ってます。今あの、お話伺わせていただいている方が、あのラジオでもぜひお話ししてくださいっていうことだったので、はい、あの釣りが好き、はい、普段はカーテンのお仕事をされている、学生時代はサッカー部であの青春を過ごされたっていう、今まで自分がピンときて好きに
好きだなと思ってやっていきたことを一個ずつこうお話を伺って紐解いていくと、あのテーマとして心の余裕をすごく大事に生きていきたんだなっていう、このテーマが共通して出てくる瞬間がありまして、なるほど、それが人それぞれ多分違うんじゃないかなっていうのも今のところ経験の中で感じているので、そのパッと見た時にその方にとってちょっと心にゆとりが生まれたりとか、はい、ちょっと空白ができるようなデザインをこれから作っていきたいなと思ってます。ほー、はい、なんか隙間ができるというか余白というか、はい、なるほど、はい、これ以前2、3回前の放送でしたかね、はい、うん、このコーナーでもお話が出たと思うんですが、はい、パステルアートのこの作品を作る時の余白ですよね、はいはい、作品の中で使うこの余白が持つ意味という部分だと思うんですけど、でもこれって面白いのが、はい、この余白にも実はこう思いって含まれているんですもんね。はい、そうですね、あの全部色で埋めるよりも、はい、ちょっと色が抜けてるところがある方が、なんだろうこの抜けてるところはって、このイメージ、はい、で世界観がすごく深まるなと思うので、どこに余白を持たせようかとかはすごく考えますね。うーん、はい、このデザインの流れっていうんですか、動きというか、はい、風、こういう風に風が吹いてたら葉っぱはこっちになびくかなとか。あ、なるほど、はい、そのデザインで静止画なんですけど、はい、あの自分の中でイメージしてるのは動画をピッて止めたみたいな印象が強いので、はい、はは、静止ではなくて動画なんですね。あ、そうですそうです、動画で、あとは立体みたいな、はい、立体感でイメージはしてます、頭の中では。はー、それをどういう形で細分化すると、はい、作品としてのこの門っていうイメージに組み立っていくんですかね。はい、ですね、最初はもう本当漠然としたイメージが出るんですよね。はい、なんか本当に青空にある雲の形とか、そこからその方にもうひらめきっていうともう終わっちゃうんですけど、あのこの瞬間がもういつも自分自身のどこからこのひらめきが飛んでくるんだろうっていうのは、うん、ずっとこう向き合ってはいるものなんですけど、何かふとした雑誌のある一部のデザイン見た時にはっって思ったりとか、はい、なのであのオーダー作品を受け付けさせていただいている時にもいろんなところ見ますね。いろんなデザイン見て、いろんな看板見て、はい、いろんなこの草木の葉っぱの形見て、どこでハッてなるかわからないので、あえてランダムにいろんな、まあ、視覚的なもののこう情報を取り入れながら、はいはい、イメージが紐づくのを待つという感じですか。そうです、そうです、はい、でその紐づく時に中心に置いているのは、そのクライアントさんの中で一番あの人生を歩む上で大事にしているものを中心に、はい、そこから自分の目で見るみたいな感覚なので、なんて言うんですかね、描きやはるかの体なんですけど、はい、心はそのクライアントさんみたいな、なんかちょっと不思議な、これ伝わりますかね、なんか筒自分自身を筒にしちゃうって感じですね。はは、私の好みとか、はい、こうしたいとかは置いといて、ええ、そのクライアントさんの思いを中心に置いて、この体を使って見てみるとはって浮かぶ瞬間、私ではなくてその方の心が引き寄せたものみたいな。なるほど、はい、この辺ってまあ、作品が実際完成した後でもいいですし、はい、作る途中のクライアントとのやり取りもそうですが、
今のこのたったようなイメージ、はい、まあ、私の場合だともうお付き合いが長いので、はい、概ね理解ができるんですけど、はい、初めての方ってその辺の感覚って綺麗に入ります？最初は本当にこの何気ない会話から、はい、今までの過ごされてきた人生とかのこの言葉のやり取りが多い中で、あの普段その感性を磨くっていうのがもうずっと小さい時から好きでして、その言葉にもこの重さとか、はい、このなんていうんですか、質量というか質量とか温度が絶対あるんじゃないかなと思ってお話を聞くのがずっと好きで、なんか自分の心の本心というか、はい、中心から出た言葉ってなんかそれ以外の言葉と比べると全然違う重さというか空気感が独特にあるので、なるほど、そこの言葉をこの頭の中でフォルダ分けをして、はい、ここの言葉だけをこうメモで書くんですね。でお話伺った後に、実はこの言葉がすごく印象に残ってるんですけどってあの聞くと、あ、そうなんですって、そこからまた深く掘っていくみたいな形なので、最初も日常会話ですね。なるほど、はい、そうすると今のようにこう頭の中で整理できたキーワードが、はい、実際のクライアントのイメージに合っているかどうかの確認を、そうですそうです、会話の中で繰り返していって、はい、うん、イメージをなるべく共通化させていくという作業ですね、はい、これでももちろん短時間でね、はい、できる部分ではないと思いますが、はい、結構大変ですねそうですね、あの独特なエネルギーの使い方はするかもですね。なんか、うん、私今想像しただけでも かなりのエネルギー量ですよなんかその言葉を聞いて文字にして、それをイメージして絵にするっていう、なんか全部の感性を使うのが多分好きなんだと思うんですね、自分が。うん、だからなんか終わった後少しぐったりとかなったりしません？あ、もうよく寝ます終わった後はよく寝ます。あれ今日何時だったかなみたいなあ、はい、なるほど、うん、この辺を睡眠でリカバリーしてるような感じですね。あ、そうですそうです、もう体を思いっきり動かした体力消費の仕方じゃちょっと違うので、はい、なんかその時食べたいのを食べたりとか、でもよく寝ますね。まあ、今日ご紹介いただいた、まあ、ポストカードしかり、はい、遺言のお話もそうなんですけれど、うん、やはり共通しているのは単なるこうイメージの延長線でなく、はい、必ずそこに、まあ、人であったり動物であったり、うんうん、こう間に必ず介在するものがあるんですよね、はい、うん、そうですそうです。そこがあるがゆえにご自身をこのなんていうのかな、インスピレーションとか、はい、作品に対してのモチベーションというのが、うん、ある種いい意味でこう途切れずにできてる部分ってありますか？そうですそうです、もう目の前に来てくださる方がいないと生まれてない作品しかないので、あの本当一期一会だなと思ってます。うーん、はい、まあ、以前ね、うん、ちょっと小学校時代の恩師の方との取り組みなどもご紹介ありましたけれど、はい、そういったものも含めて、うん、やっぱりこう春香さんの原点ってやっぱご縁ですよね、はい、そうですね、もう出会い本当なくしてはっていうところですね、やっぱり。うーん、ここがやっぱり面白いでもあるし、はい、作り手としてはねすごく大変な部分はもちろんあると思うんですけど、はい、でもこの作品が出来上がったタイミングでクライアントがこうやはり自身の思いというものをこうきちんと表現してもらった喜びというものを想像したときに、うん、やっぱりやりがいもありますし、ね、とっても感じますね、はい、なかなか大事にしているものを見ることってないなって思う中で、私自身が大事にしているものを自分が見たときに、はい、なんかこう自分のことがもっと近くなったというか、もっと自分のことを知れたというか、うん、あの
知識じゃない安心感みたいなものに触れたので、はい、まあ、これがもしあの誰かしらの役に立ったらなっていう気持ちはやっぱ最初でしたね。まず体験したので自分が、はい、まあ、今後もちょっとこの結門はね、おそらく、はい、別な形の作品群の登場があるかと思っているので、はい、ぜひ今後もちょっと継続でアップデートさせてください。はい、はい、ありがとうございます。それではここでリスナーの皆さんにはもう一曲お届けいたしましょう。続いてのナンバーのご紹介なんですが、イギリスのアーティストエド・シーランなんですが、うん、この方が高校の同級生だった現在の婚約者に、捧げるナンバーとしてピックアップしたパーフェクトという楽曲なんですけれども、特にオリジナルのナンバーもすごく素敵なんですが、今日はビヨンセのフューチャリングナンバー、これをピックアップさせていただきました。まあ、歌詞にかける思いもそうなんですが、今回のこのビヨンセとのフューチャリングナンバーですね、双方のコーラスワーク、それからメッセージの伝え方というのがものすごく巧みに表現されているナンバーかと思いますので、そこら辺を楽しみながらお聞きいただければと思っております。それでは参りましょう。エド・シーランフューチャリングビヨンセでパーフェクトデュエット。
エドシーランフューチャリングのビヨンセでお送りいたしましたナンバーパーフェクトオーディエットをお送りいたしました。いかがでしたか、ルカスさん。こちらの曲知っていたんですけど、背景は初めて知りました。先ほどそういう曲だったんだと思って。なので、はい、エドシーランの個人の、はい、オリジナルナンバーと、もちろん、うんうん、楽曲のテイストもちょっと違う形にはアレンジされているんですけれど、はい、すごく上手にちょっと伝わりやすい楽曲かなと思っておりました。はい、さあということでお届けしてまいりました今週の境目のない心世界ですが、はい、毎月同じこと言ってますがエンディングです。今日は、はい、作品を生み出す時のちょっとうまく言葉で表現できたかなっていう不安な部分もありつつ、もう筒ですとか言って大丈夫だったかなみたいな。いやいやいや、後日またの放送ご自身で聞きながら確認してみてください。本当です。ありがとうございます。毎月いいえ、また次月もですね、この心世界、引き続きはるかさんとともにお送りしてみたいと思います。はるかさん、今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後に番組からお知らせでございます。この10月を今ターゲットに進めておりますが、このコロナ禍におけるさまざまな環境の変化にとってですね、働く環境、そして生活の部分、さまざまなところで影響が出ている状況があるかと思っております。その中でも今後の沖縄にとって不可欠な要素となります福祉関連業界、それともう一つは女性ですね、女性の働き方、そしてそれに伴う企業等の環境の変化などについても別枠で約6ヶ月の特集ということで準備を進めております。この辺、正式にリリースのタイミングが決まりましたら改めてご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではアイネットラジオ、今週はこれにて失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな日々をお過ごしください。また来週お会いしましょう。